どうも、たかへです。私が普段出している動画というのは、ペンでルーズリーフに本来を書いてまとめていって、まとめた内容をビデオカメラを通して読み上げていく。読み上げた内容をパソコンに取り込んで編集して、編集した内容を YouTube にアップしているんですが、ルーズリーフに書いてまとめるペンというのは、私はボールペンを使っています。使っているペンは高級なものを使うようになっていて、一つ目、二つ目、三つ目、この順番で私は使っていくようになりました。これは3000程度のボルトアクションタイプのペンなんですが、こういうね。次に使うようになったのが、ウッドペンクラフトのこういうペン。これは1万1000円程度ね。で、これが2万2000円のスチームパンクのペンなんですが、このデザインとギミックに惹かれて買いました。一般的に、ペン遊びといったら、ペン回しが一般的だと思うんですけど、ペン回しって高角のペンほどやりづらいんですよね。落とした時の抵抗強いじゃないですか。壊したらどうしようとかね。せっかく、ああ、こんなマンモスするペン落としてしまったみたいな。これなんか2万2000円ですから、そんなペン落として壊したらもう泣き物ですよね。そんなの嫌じゃないですか。で、遊べるというのはまずいい。そして何よりすごいのが、一般的にペンっていうのは、書いていて疲れれば疲れるほど、こういう風に握り拳になってくるんですよね。握り拳になってくると何がやばいのかっていうと、綺麗な持ち方の時は、斜めに設置されているので、中指の負担は少ないんですよ。ただ、握り拳になると縦になっていって、ここの付近でペンダコってあるんですけど、ペンダコっていうのが、もう設置面積が狭くなれば狭くなるほど、当然、ダイレクトに当たるから痛いよね。痛いので、もう炎症になっていって、しばらくペン握りたくないなっていうぐらい痛くなってくっていうことなんです。このスチームパンクの何がすごいかって、まずこの曲線美によって、もともと負荷が分散しやすい構造になってるんですね。まあ、こうやって握ったらさすがに、スチームパンクでもう3割か4割ぐらい、面積っていうのは徐々に狭まっていって、そういう長い指の負担ちょっと増えるんですけど、ここで想定されてない使い方、このクリップがあるんですが、ここに、この手のこの部分をこうやってつけて、で、ちょっとこう寝かせる状態、こんな寝かせる状態で持つんですね。この状態でこうやって持って書くと、設置面積が広い状態で、なおかつクリップで手を固定した状態で無理なく書けるっていうことに気づいたんです。まあ想定されてない使い方なので、皆さんはいやいや、私にはそんな使い方できませんっていう方いらっしゃると思うんですけど、私はこの書き方をして、内容これをね、ルーズリーフ26枚分を4週間にかけて書いて、で気づいたんですけど、とても書きやすいし、手の負荷も少ないんです。さすがに1万円以上出すのは抵抗あるなって思われると思うんですが、スチームパンクのデザインのペンっていうのは、本家が6万とか8万とかお高いんですよ。で、これはアメリカの輸入品で2万2000円前後。入ってる箱も、こういうね、アメリカ特有のちょっとボロボロ感があるわけなんですけど、商品を情報仕入れて、騙されないようにって選んで買うってことは、結構難しいんですけど、確実に買うってなったら6万とか8万をおすすめいたします。やっぱりね、騙されたくないよね。万とかああいう額を超えてるペンを買うって時に、いやいや、そんな額手元にないし、買いたくないな、でもな、欲しいんだよねっていう方に向けには、こういう情報が参考になったら、グッドボタンをお願いします。それでは、チャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。